どうもクロスロードラボです。韓国のですね、ウイスキー工場が、閉鎖が決まりました。2020年6月に停止することが決まってるんですが、ここはですねイギリス の、 あのディアジオ、有名なねディアジオ社が、所有しており、韓国のイチョンっていう町にあります。でこれはですねブレンデッドウイスキーのウィンザーっていうのを作ってたところで、ウィンザー12年17年とあるんですけど、そこを作ってたところで、ブレンデッドウイスキーの、工場ですね。でこの工場はですねウォッカのスミノフとかの、アジア市場向けのボトリングも行われていた工場で、今後輸出用の商品の生産は、ベトナムとか日本などにより近い地域への移動が行われる見通しとのことです。で今全世界的にこうウイスキーブームなんですけど、韓国では消費量が減少しているみたいで、ディアジオはですねスコッチウイスキーがメインなんですけど、2018年7月から2019年6月の、1年間の売り上げがですね、一応 5.8% 上がってるらしいんですよね、ディアジオ自体の。なんですけど、韓国市場ではですね売上高は 11% 減ってるみたいなんですよね。でその一方ではですねウイスキーをベースにする、アルコールがより低い、スピリッツドリンクと呼ばれるカテゴリーのものが韓国では市場をすごい拡大していて、でディアジオが発売する、2015年より発売しているスピリッツドリンク W っていうものも、順調に売り上げを伸ばしているとのことです。で今後はこっちの分野に、力を注いでいくとのことなんですけど、結構韓国では税金の問題もややこしいらしくて、長年ですね、お酒に関しては重課税だったみたいなんですね。日本も重課税だった時代がありますけど、で国内産の商品はですね販売価格に課税されるのに対して、輸入商品は、通関時に、申告価格に課税されるため、国内企業から長らく不満の声が上がっていたみたいです。で今年に入ってようやく酒税法改正の動きが始まり、まずですねビールとマッコリに対する、酒税が重課税へと変更されたみたいです。その、新しい法律が適用されるのは今のところですね韓国資本の企業のみみたいなので、海外資本企業の、商品はですね重課税に据え置かれているみたいです。それも一つの原因じゃないかと言われているみたいなんですけど、ウィンザーって結構知ってる方いますかね。ウイスキー好きの方でもあんまり知らない方が多いんじゃないかなと思うんですが、結構この韓国のウイスキー市場も謎なところがいろいろあってですね、昔2012年、高級ウイスキーの消費量が世界一になったんですよ、韓国がね。で69万箱、2012年だけで69万箱消費されてる。一応1箱9リットルと書いてるんですけど、これもねなんか微妙にどうなのかなっていうところがあって、なぜか2006年から、例えば2006年は2万3000箱なんですよ。で2011年が5万5000箱で、2012年が69万箱。ちょっと謎ですよね1年でそんなに変わるかと、1年で10倍以上急に売り上げが伸びるのかっていう話なんですけど、でニュースにもなっていてですね、2012年に、韓国国民が、2012年17年もの以上の高級ウイスキーを世界で最も多く飲んでいることが分かったというニュースになってます。でイギリスのですね、国際酒類市場研究所という会社があって、そこはですね、全世界での高級ウイスキー販売現状を調査した結果、韓国が出庫量、69万8000箱で1位を記録したと発表しています。そして韓国は11年連続1位だと書いてあるんですけど、これもちょっと謎でね、なんかねよくわかんないんですよね。いろんな考察をね、されてる方も結構いて、記事にもたくさん、いろんな方が書いてるんですが、ブログとかにもねいろんな方が書いてるんですが、まずですね、韓国はですね爆弾酒って知ってます？よく日本でもね昔は結構飲まれてる方いましたけど、ビールとかの中にねショットグラスドボンって落として、ウイスキー入ったショットグラスとかをドボンって落として飲むみたいなね、あれがまず、この消費量関係あるんじゃないかって言われていたり、あとはですね
まあ、ちょっと微妙な話なんですけど、17年もの以上の高級ウイスキーはですね、 80% が、高級飲食店や高級クラブで販売されているとのことなんですけど、これウィンザーだけの話じゃないですよ。ウィンザー17年だけの話じゃなくて、高級ウイスキー17年もの以上の、ウイスキーの話です。2012年のですね、毎日中国経済という中国の新聞によるとですね、韓国のですね、酒市場にはですね、有名ブランドの、模造した偽物が溢れていて、ウイスキーの話ですよ。韓国は世界的にも重要なウイスキー消費市場だが、韓国で売られているウイスキーの 80% 以上は偽物とのことで、 80% ってほぼですよね。この2012年の記事ですけど、韓国産で520円の安い酒をソウル市内の、バーで販売し、バーが2万2000円の価格で店の客に販売していたことが、発覚とか、それでまあ韓国はですね、罰金を10倍に上げたりとかですね、まあいろいろ、まあ懲役3年以下の罰金または約220万円以下の、罰金に引き上げてたりとか、もともと22万円の罰金だったらしいんですけど、引き上げてたりとか、いろいろ対策したみたいなんですけど、まあそれから10年近く経ってますから、今はどうなのかなとは思いますが、やっぱりこの前もね、偽物ジョニーウォーカーの話しましたが、割とこうアジア圏内、偽物のね、ウイスキーが出回ってるのは間違いないですね。で、あとはですね、まあ日本のこう法律もあやふやすぎるんですけど、あやふやというか合ってないようなもんなんですけどね、シングルモルトをですね、こう混ぜて少しだけシングルモルトが入ってる状態でもシングルモルトとしてもいいみたいな記事を見ました。記事というかね、まあそれがちょっと本当かどうかわかんないんですけど、そういうのもあるからこれだけね、販売数が伸びたんじゃないかと考察している方もいらっしゃいました。はい、まあ全然ネガティブキャンペーンじゃないんですけど、まあ今回ウィンザー17年、日本にもね、今どうかわかんないんですけど、輸出してたことがあるみたいなので、気になる方はね、まあ販売がなくなっちゃうということなので、入手してみてはいかがでしょうか。はい、まあウィンザー12年もありますよ。そんな感じで今日のところはここまでにしたいんですが、まあちょっといろいろありますから、コメント欄でね、政治的な話はちょっと控えていただきたいなと思います。はい、それではチャンネル登録、ツイッターフォローぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。